起立。お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田和孝です。先日5年前に上ジョビを卒業した T 君が私を訪ねてきてくれました。その2週間ほど前に東京に移動が決まりました。その前に日田先生に挨拶をさせてくださいなんてメールが届いたんです。 T 君のことはとっても印象に残っています。いい子なんですよ。いい子なんですが、いろいろあったんです。そうですね、 T 君の中の正義感が強いんです。でも正義感というのは立場が変わると変わる部分あるじゃないですか。結果先生や友達とうまくいかないことが起きたり、そんな子だったんです。正直卒業の時には社会に出て周りの人とうまくやっていけるかな、大丈夫かなと心配だったんです。その T 君が上ジョビに来てくれて、いきなり上ジョビにいた時には僕変われませんでした。日大先生には本当にご迷惑をおかけしました。でも日大先生のおかげで今の自分がいるんです。そのお礼をしたくて来ましたって言うんです。どういうことかと言いますと、 T 君就職していきなり新人研修の時から上司に叱られまくったそうです。現場に配属されても半年ぐらいは叱られまくって、時には理不尽だと感じるようなことで叱られたこともあったそうです。でも T 君はその度に私が教えたことを思い出して、確かに上司の言う通りだって思えたそうなんです。上ジョビでの学びがなかったらもうとっくに上司と喧嘩して今の会社を辞めてたかもしれません。日大先生の YouTube も見て仕事に生かしてますなんて言うんです。もう嬉しいじゃないですか。その T 君、この10月にまだ5年目の新人社員としては異例の東京本社勤務を命じられたって言うんです。大抜擢なんです。後輩同期先輩みんなからいなくなったら困るって言われて、でも上司には本社移動は誰でもいいわけじゃない、お前なら大丈夫だって言われたそうです。そんな話を嬉しそうに話してくれるんです。 T 君在学中はいろいろありましたけど、私の授業は人一倍一生懸命に聞いていました。嬉しいのは卒業した後もその言葉を断るごとに思い出してくれていたんです。蒔いた種はすぐには花開きませんが、素晴らしい上司や先輩に水や肥やしを与えてもらって、それを素直に T 君が受け入れた結果なんです。素直ってやっぱり大事ですね。種を蒔いてもすぐには花開きません。でも時間をかけて咲いた花は大きな花になるんですね。 T 君、東京に行っても上ちょび魂を忘れずに頑張るんだよ。